誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。さあ開幕、両者はどう動くか。ドライブインパクトはきっちりガード、ガードさせてもドライブゲージを削ってプレッシャーを与えるか。プレイヤーは相手を壁に押し付ける。両者次はどうする。え、これは間に合うか。差し返しパニッシュカウンターとなる。仕切り直す。プレイヤー2、体力状況は厳しいがドライブゲージの運用次第ではまだチャンスはある。やばい、ミスった。ここから試合は終盤戦、緊張感が増す。キャミハイヤ。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。上から来た。さあこれで画面端、あとがなくなった。みーん、間合いが足りないか。待って、バリー、ここで飛んでいる。どう崩していくか。 SA ゲッ、マナゲッ、さらにプレッシャーをかける。プレイヤー1、この画面端でどうやって料理するか。やばい、危険な距離で。間に合うか、うざすぎ。ここでゲージを使っていく。さすぎ、マジで。見えている。ここでフィニッシュ。プレイヤー1、意地が垣間見えた。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。上から来た。一気にラインが上がって、マジか。これはいい形で入れ替えた。壁際は拒否する。投げ、さあここからこかしてからの。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。さあダウンから上から仕掛けていく。さあ逃げ場はなくなった。クソだよこいつ。次はどの引き出しを開けるか。焦らず、ゲージ状況を見て。あ、マジか。マジか。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。抜け目なくコンボを叩き込む。くそったれ。さあ近距離のせめぎ合い。そしてやばいやばいやばい。来るか。飛んでいる。あー、使っていくか。使っちゃった。SA フィニッシュで決めた。倒す時は倒していく選択。歴史を感じたかい。もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。バランスから最終ラウンド全てを出し切ること、これは見えない。投げは届かず、ラインを上げつつダメージを取る。やばい、これはまずい。そしてジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。この状況はさすがに厳しいか。さあこれは痛いぞ。受け止めな。うーん、うざすぎー。一発とともに一気にギアを上げていく。さすぎ、マジか。ミーして決めた。倒せるときは倒していく選択。うーん、残り体力はちゃんと見えている。プレイヤー1、やり込みが色濃くにじむ。しゃーなし。しゃーなし。 Here comes a new challenger。両者試合に入っていく。今その胸には何を思っているか。やるか、一発やるか。
注目のファーストラウンド、何が起きる？ジャンプが噛み合って、相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。もううざすぎ。仕切り直す。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。技が噛み合ってカウンターが決まる。マジか。ここから試合は終盤戦へ行き届いた。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。間に合うのうざすぎ。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。上から来た。さあ近距離の攻め合い、そして技と技が交錯する。どう崩していくか。プレイヤー2、受け止め。よし、マジか。ここで位置が入れ替わる。勝ちたい気持ちの強さが試される。吹けば飛ぶようなどこいたり。よしよしよし、危ねえ。とどめを刺していく。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。ファランクスから最終ラウンド、全てを出し切ることはできるか。プレイヤー2、十分な余裕を持っての先ほどの勝利、ね、強さの底が見えない。エスパルスとともに一気にギアを上げていく。早すぎた。ここでアポロウーサー、勝利を呼び込む。一発となるか。大事な場面で大きなダメージ。プレイヤー1、体力のないこのスーパーショットなるか。さあ壁に吹いて。いや、飛んでよかった。両者に拍手を送りたいですね。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。序盤の主導権はどちらが握るか。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。相手の技は読んでいた。そしてきれいに隙に刺さった。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。なんとかして触りに行きたいが、間合い取りは絶妙。 KO。 プレイヤー2、超なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。ラウンド2、ファイト。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。 TCK 上コンボを伸ばす。さあ投げが入って崩しが厳しくなってきた。プレイヤー1、相手を圧倒している。さあここからは差し合いの領域となる。とどめはドライブインパクト。さあ次で最終決戦。ファリーがな、出せればな。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。時間はまだたっぷりある。投げが決まった。どう崩す。この投げは通らない。きっちり落として、ジャンプからの強力な攻めを見事に潰している。プレイヤー1、いいリズム。上はダメ。さあふんだんにドライブして、差し合いの距離、上もステップもある。さあ終盤、ブータ飛びはバレバレ。ターンのプレッシャー、重くのしかかる。飛び道具が生きる距離。迎撃成功の形。次はどうする。ドライブして逆転できるか。ターン力が問われる状況。マジか。両者体勢を。あ、最後は投げる。負けちった。さすがの立ち回り。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。プレイヤー2、体力的には優勢。ミスった。ターゲットコンボをしっかり決めていく。さあなんとか中央へ押し返した。こかしてからの
連続技をしっかり決めていく。プレイヤー1、画面端を一気に。ダメだ。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。上からバランス。試合は始まったばかり。まずは様子見か。まだ相手の動きをよく見ている時間帯。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。 TCK がコンボを伸ばす。うまくなる。あーざいなお前。一息つけるか。ここで投げに行く。ゲージを使ってきた。さあ逆転倒しきる。うざすぎ。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。因縁浅からぬ両者がついに相まみえる。勝負よ。一発やるか。注目のファーストラウンド、何が起きる。投げに行くが投げられず、コンボを叩き込む。コンボの後どう展開する。ドライブゲージは十分。勝ちへのイメージはできている。見てんなこいつ。さあダウンから。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。プレイヤー2、残り体力はわずか。しかしドライブゲージをうまく使えば逆転は可能。距離は十分。両者どこから仕掛けるか。ゲージを届いた。チュンリュウザ。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。さあ殴りかかって圧をかけていく。球を打って時間を使っていく。プレイヤー1、ドライブゲージをしっかりキープしつつ、先ほどは勝利したがまだまだ余裕というところか。ドライブゲージ運用がここからの展開の鍵になる。オーバードライブアーツはドライブゲージを消費する強力な行動なので、ゲージの運用がポイントになる。なんとかして触りに行きたいが、間合取りが絶妙。攻めのドライブラッシュ。プレイヤー1、ここでバーンアウト。プレイヤー2、ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。ここからどう動く。互いに投げの警戒レベルが高い。露骨に削りに来た。盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。お互いに被弾は少ない状況。どこからダメージを与えていくか。ハリアナはどこにある。プレイヤーは相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。プレイヤー1、画面端の揺さぶりで卓を通し続ける。両者ゲージを貯めるか、そのまま行くか。 SA ゲージを貯めるか、大ダメージのチャンスは増えるが、ゲージのため方、運用は悩ましいところ。手を出し合った両者、ここからどう動く。壁際での球打ち、丁寧にプレッシャーをかけていく。大きな体力差になったが、ドライブゲージがキッスーパーアーツを使っていくが、ダメだ。もうダメ。ラウン
選手、この精神的優位を生かせるか。上からバランス、はあ、ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。コンボでダメージを与えていく。プレイヤー2、さあここミスったね。無敵をうまく使った。何を狙っている。さあ殴りかかって圧をかけていく。飛び道具でダメージを取りたい時間帯か。様子見が続く中、先に仕掛けるのはどちら。壁際のパンチ飛ばせるためか、当てに行くか。この時間が後々意味を持つ。さあどこから行く。この飛びはガードが間に合う。繋いできた。これは当たらず。遠距離での様子見、両者はこの時間。さあこれは痛いぞ。チャンスは逃さない。さあ殴りかかって圧をかけていく。ダウンから両者画面端から注目。おっとここでクリティカル圧、勝負の一撃をここで放つ。装填ランカー、まだまだ行くわよ。はい、前に出てきっちり落として苦しい状況、ひとまず距離を取る。両者下がる、行くしかないが苦しい。ハリア気合いの飛び道具。プレイヤー1、格上相手にダメだ。お見事。クソもんね。マリーザじゃないかもしれない。 Here comes a new challenger.お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。おお、なんだこいつ。投げを試みるが空を切る。さあ一気に壁際を連れ込んだ。ダウンさせる。プレイヤー2、画面端の揺さぶりでタグを通し続ける。掴んできた。次はどの引き出しを開けるか。ここはしっかり暴れて流れを切る。お互い引く気はないか。この近距離戦、打撃はパリ投げ。さあここから KO。 プレイヤー2、神マジュージェ圧力をかける。このままいけるか。ボディスパイク飛んでいる。プレイヤー2、画面のいい状況を作った。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。受け止めつつ攻撃する。技と技が交錯する。まだられねえのかよ。あれ目まぐるしく壁際の位置が入れ替わる。ゲージを使う判断どうなるか。ゲージを2本使ってメテオリティス豪快に叩き込む。危険な画面端から脱出成功。ここでゲージを使っていく。ザスリー足りるか。ここでうざすぎ。キャミうざすぎ。ゲージが垣間見えた。やめられた。勝ち逃げされた。キャラ変えてみるか。スペシャルブラックトレーニング。
the new challenger. クラシックルークだ。相手のできることは自分もできる。だがそれゆえに難しいミラー落ち。生き残るのはどちらか。さあファーストラウンド注目していきましょう。ここは安全な距離から球を打って様子を見る。飛び道具を使って遠距離でも息つく暇は与えない。仕切り直しのこの間合い、ヨシは何を持っているか。一旦距離を離して戦況を分析。次の狙いはどこに定めるのか。プレイヤーは相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。投げは抜けられず。次はどの引き出しを開けるか。ここは飛び道具で牽制。カウンターが入る。お互い引く気はないか。この近距離戦、ここから試合は終盤戦。緊張感が増していく。ドライブゲージは少ないがまだまだ強気の姿勢は崩さない。ブラスト、ハリーを使ってプレッシャーをかけていく。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。試合は終盤、ここからの一発はもらえない。バウンド倒しきる。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。インパラを浴びせる。これはカウンターになった。ここでエセ、試合を動かしに行く。レーザーのヒット、拳の雨が降り注ぐ。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。ガードする。後ろ投げが決まる。こう投げる。この一撃は食らえない。ここでバウンド、試合が動くぞ。弾力が問われる状況になった。バウンドする。プレイヤー1、このスーパーサンドールか。読み切っている。フィニッシュ。バブー。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。ブラストで牽制。ここで弾を打つ。上から来た。ブラスト、両者まだ被弾はない。細かい相手の癖、呼吸を測ってダメージにつなげたいところ。くる、受け止めながら。ここでダメージ、ゲージを使ってきた。ここでバーンアウト。マジか。プレイヤー2、絶望のバーンアウト状態だが飛びは通さない。バーンアウトする。終わりかねない。おっと、ここで SA 発動。どうなる。目の前へ。どうする。弾を使って相手を動かす。3段か。両者仲良くバーンアウトしている。ブラストだけマンションを仕掛けるか。プレイヤー1、この画面端でどうやって料理するか。両者下がる。行くしかないが苦しい。ゲージ差はある。体力はもうない。ハリアラッシュに行く。KO。 プレイヤー2、総力戦を制した今の気持ち聞かせてください。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。上から来た。ジャスト入力しっかり、妥協はなし。さあなんとか中央へ押し返した。壁際から生還、状況を立て直す。打つかすかすか、踏み込むか、地上の駆け引きの間合い。これまでの動きから両者は何を感じ取ったか。もうし、プレイヤー1、ドライブが使えない、バーンアウト状態だ。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか阻止するか。プレイヤー1、ここでドライブゲージが尽きている。だがワンチャンスは起こりうる体力状況。試合の終盤、ここからの一発はもらえない。ここで SA 発動しているが、この KO。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。ここは投げを見せてガードを崩す。受け止めながら、ゲージは見えている。しっかりダメージを伸ばす。難しい判断、勝負をかける。ドライブゲージはゼロに近い。両者どう動く。互いのドライブゲージはわずか。何に使う。バーンとしている。
プレイヤー1、ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。壁に追い詰めた、チャンスになる。さあ近距離の攻め合い、そしてさあ前ジャンプを仕掛けるか。ここで KO、 最後まで壁から逃がさず倒し切った。プレイヤー1、難しい勝負を制してみせた。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。ここは飛び道具で牽制。プレイヤー1、さあ追い詰めた。壁を追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。対空はしっかり出ている。落ち着いて相手の動きは見えている。カウンターが入る。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。ドライブゲージがなくなった。プレイヤー2、先に1本ボギー取った。この勢いのまま行きたいところ。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。ここで飛びが通る。相手の隙を突いてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。技と技が交錯する。さあこれで画面端、後がなくなった。端に追い詰めてダメージチャンスがやってくる。レーザーのヒット、拳の雨が降り注ぐ。プレイヤー1、ドライブラッシュで前に出る。様子見が続く中、先に仕掛けるのはどっちだ。来るか。地上の間合い線は技の距離とラッシュするか。プレイヤー1、覚悟のライジングが決まる。うまく投げが通った。おっと、これも抜けている。ここでフィニッシュ。さあ次で最終決戦。もはや気持ちの勝負となった。まずは上から行くのか。ミスった。ラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。互いの制空権が触れ合い続ける。前に出て、これはドライブ。さあここから、プレイヤー2、つないできた。プレイヤー2、しっかり打ち落とす。ブラストから自分を信じてやるしかない。ラッシュするか。フィニッシュ。ルークムズ なんか使えそうなキャラいねえかな。モダンで使えそうなキャラってなんだろう。牛トイレ行こう。
何がいいかな。竜使ってみるか。いや、ガイルもいいんだけどね。コンボがわかんねえ、ガイル。いや、竜じゃねえな。銃で使うか。まあアイアンだから全然。戦いは一期一会。いい練習になる。出会ってしまったからには倒すしかない。さあ、ファーストラウンド注目していきましょう。プレイヤーは相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。なんとかして触りに行きたいが間合い取りが絶妙。これはいい形で入れた。壁際は拒否する。チャンスにダメージを与えていく。さあ、ここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。
プレイヤー2、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。ここで押し込みに行く。プレイヤー2、ここでドライブゲージが尽きている。だがワンチャンスは起こりうる体力状況。試合の終盤、ここからの一発はもらえない。体力はわずか。どちらも仕掛けづらいか。プレイヤー1 KO。 プレイヤー2ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ここから何が起きる。次のラウンドが始まる。互いの制空権が触れ合い続ける。ここで飛んでいる。コンボでダメージを与えていく。上から来た。バーンとしている。空波の嵐、素晴らしいコンボ選択。冷静に状況判断できていた。この勝利は精神的に後引く大きな一勝になる流れ。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。投げは抜けられず、うまく踏み込んでいく。ここは投げの選択肢。ここからプレイヤー1、画面端のいい状況を作った。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。さあ前に出てプレッシャーをかけつつもしっかり反応できている。空中ならヒットしてもコンボにはつながらないので、たとえ外してもリスクが低い。プレイヤー2、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。リズムを整えるかのようにお互いが様子見をしている。鳥が刺さる。さあコンボはきっちり、うまく投げていった。気持ちで技を当てに行く。この体力状況、一度距離を取って落ち着きたいところか。綺麗に合わせた。プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ラウンド2、フェイタルレッグツイスター。ここで押し込みに行く。投げは抜けられず、ラインを上げつつダメージを取る。中足を見せて、さしっかりと距離を取って、プレイヤー1若干体力リード。どうにでもなる状況。お互いどう展開を作るか。さあどこから行く。再発動から、この時間が後々意味を持つ。ダイヤシからチャンスになるか。牽制はしっかり、良い間合いから触っていく。しっかりとした間合いで、先に仕掛けたらどちらか。ゲージを使う判断どうなるか。大きな技を持ってきた。回線段階落。気持ちよかったよ。スーパーアーツで大ダメージを取る判断。プレイヤー2手、いい投げ。プレイヤー1、 SA ゲージ有利。これは見逃す。打ち込んでいった。バーンと意図していたか。プレイヤー2、ここは踏ん張りどころ。ドライブゲージを回復できるか。ここでバーンアウト。うわー、どうなる。ドライブカウンターでとどめを刺していく。いやー、息の詰まる死闘でした。両者に拍手を送りたいですね。ジュリちゃん練習しよう。むずいな、ジュリー。さあ、これは同キャラ戦となった。相手のできることは自分もできる。だがそれゆえに難しいミラーマッチ。生き残るのはどちらか。注目のファーストラウンド、何が起きる。さあここでチャージを一つ。チャンスではコンボを使ってしっかりまとまったダメージを与えていきたい。ダメージは十分。さあどうするか。ここは安全な距離から弾を打って様子を見る。プレイヤー1、さあ追い詰めた。仕切り直す。ドライブゲージがなくなった。危険な状況になっている。届いた。
レイヤー2、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。意識の外でチャージ成功。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。危険な画面端から脱出成功。壁際の重圧から解放。これはカウンターになった。 SA にゲージを回す。使っていくか。 SA での倒しきりなんか微妙なところ。気持ちよかったでろ。無傷でラウンドを取る瞬殺撃。レイヤー2、同キャラの壁を超えてみせた。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。意識の外でチャージ成功。ここで弾を打つ。体力は減らず、まだまだ試合はこれからといったところか。どこからダメージを与えていくか。アリアナはどこにある。投げに行くが投げられず。プレイヤーは相手を壁に押し付ける。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。プレイヤー2、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。壁から逃さないことを優先徹底している。なんとかして触りに行きたいが、間合い取りが絶妙。ドライブインパクトでフィニッシュ。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。意識の外でチャージ成功。連続技になった。さあこれで画面端、後がなくなって SA にゲージを回す。使っていくか。ここで殺害風破山、 SA 選択。ここでバウンド、試合が動くぞ。風破の嵐、殺害風破山、ゲージを一本。パニッシュカウンターのチャンスは見逃さない。来るか。バーンとしている。綺麗に合わせた。もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。チャージしている。再発動で展開を作るか。試合は始まったばかり、まだまだどうにでもなる。この距離前ジャンプを仕掛けるか。殺害風破さん、しっかりゲージを管理できている。良い SA だ。プレイヤーは SA ゲージ有利。どうなる。バーンとする。ここでゲージを使っていく。さあ来た。お仕置きの時間なのか、ご褒美の時間なのか。回戦段階ランク。大事な場面でこれは決着。プレイヤー2、同キャラ戦をくぐり抜けた。マイヤーおもろいな。機は熟した。いよいよ始まる。さあ開幕、両者はどう動くか。飛びを通してチャンスになる。ラインを押し戻して画面中央へ。なるべく壁際からは逃げたいところ。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも、上から仕掛けていく。さあコンボはきっちり。体力差はあるが、ゲージ運用次第ではまだわからない。体力差はある。痛い。 TC を使ったコンボルート、ここで綺麗に合わせた。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。痛すぎ。さあ殴りかかって圧をかけていく。上から来た。さあ近距離の攻め合い、そしてプレイヤー1、ここでの押し引きが重要。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。プレイヤー1、このバーンアウトはかなりきついか。どう崩していくか、お互い慎重になっているのか。画面とは裏腹に、よここで SA 発動しているが、さあこれは痛いぞ。ここはどう出る。排水となってたまに引っかかる。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。ここはうまくチャージした。コンボを
む。ダメージは十分。さあどうするか。プレイヤーはバーンアウト状態となっている。ここをやり過ごせるか。プレイヤーはここでドライブゲージを使い切ってしまった。なんとかして触りに行きたいが、間合い取りが絶妙。なんと両者バーンアウトしているか。プレイヤー2、さあ追い詰めた。ドライブゲージが回復した。プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまで我慢の時間帯。粘れるか。飛んでいる。試合は終盤。ここからの1アーマーをうまく合わせていく。お、うまい、うまいじゃん。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。大胆にチャージする。どちらかが仕掛けていくのか。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。プレイヤー2、丁寧に有利を蹴る。ここで SA、 試合を動かしに行く。ここで SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。さあまとまったダメージが入るぞ。ここから、次はドッグエリー。ほろ、止められちゃった。見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか受け止めながら、オーバードライバーを使ってダメージを上げていく。この判断が功を奏すか。プレイヤー2、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。ここは耐え切りたいところ。プレイヤー2、ドライブが使えない、バーンアウト状態だ。値千金の入れ替えとなるチャンスが訪れる。こかしてからの、プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。 KO まで。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。足元を狙っているか。どちらかが仕掛けていくのか。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、慣れて。プレイヤー2、ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。さあこれは読んでいたか。アーマーをうまく利用する。アーマーをうまく合わせていく。危険な距離での殴り合いが続く。この距離で撃ってきた。プレイヤー2、このがここで進化超ドフィニッシュ。もうやるしかない。やるしかねえ。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。さあこれは読んでいたか。アーマーをうまく利用する。ハリフとともに一気にギアを上げていくか。さあ来た。押し置きの時間なのか、ご褒美の時間なのか。回線段階ランク頭上のガラキ。さあここから、プレイヤー2、ここがさあフィニッシュ。ドライブゲージの運用が特に印象的だった一戦。思考スピードは素晴らしい。JP だ。戦術よし、戦略よし、全部よし。さあ始まる。楽しめそうじゃん。注目のファーストラウンド、何が起きる。お、コマンド投げを選択。あ、それでじわじわやってくる。先に体力リードしていく。このアドバンテージを活かせるか。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。ここで壁を背負わせた。プレイヤー2、ドライブが使えない、バーンアウト状態だ。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか、阻止するか。飛びが刺さる。さあお互いもう行くしかないといった状況になったが、プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまでは下手には動けない。体力はわずか。どちらも仕掛けづらいか。
仕切り直しの間合いを作る。どちらから仕掛ける KO。 プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。開幕から襲いかかった。どちらかが仕掛けていくのか。カウンターが入る。これはカウンターになった。ここで衛星仕上げを動かしに行く。対戦段階格が決まる。大ダメージを取る選択。さあ、まとまったダメージが入り、受け止めつつ攻撃する。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。パリーをしたが、パリー、これはアブリマーチ。ガードアブリマーチで読み勝っていく。一息つけるか。気づけば体力をわずか。弾力、さあこれは痛いぞ。プレイヤー KO。 いやー、息の詰まる死闘でした。両者に拍手を送りたいですね。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。さあ、ここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。ドライブインパクトが出てしまっている。お互い引く気はないか。この近距離戦、こかしてからの読み合ってきた。体力差はある。ここで飛びが通る。気持ちで技を当てにいく。来るか。おっと、飛びを逆手に取って反撃していく。囲んできたラブシカ。SA を使うことで KO。 くっそこいつうぜ。プレイヤー1、まずは先制。しかし JP には勝てねえか。開幕から襲いかかった。ここから何が起きる。次のラ受け止めながら。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。プレイヤー2、ゲージの有利状況をうまく使えるか。ゲージの運用をどうするか。プレイヤーの腕の見せ所。投げは当たらず。さあ、大差ないぞ。試合の後半戦、ここからどう組み立てていくか。抜け目なくコンボを叩き込む。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。バーンとする。狙っていたのか。さあ、次でファイナルラウンド。両者勝ち筋は見えているか。ファイナルラウンド開幕。また叩き落とす。さあ、ラストラウンド、ここが踏ん張りどころ。 SA を使う。火力を上げ。さあ、来た。お仕置きの時間なのか、ご褒美の時間なのか。回線段階ランク。さあ、これは痛いぞ。プレイヤー1、体力はないぞ。ワンチャンス作れるか。逃げ場はなくなった。一瞬で決めた。プレイヤー2、残念でした。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。チャンスにダメージを与えていく。手を出し合った両者、ここからどう動く。カウンターが入る。よしよし、ここでお互い次の手を模索しているか。しっかりコンボ。ここから試合は終盤戦。緊張感が増していく。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。疾風船が刺さる。 KO。 プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。カウンターが入る。ここで飛びが通る。相手の隙を突いてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。さあ、これで画面端、後がなくなった。端に追い詰めて画面チャンスがやってくる。回線段階格が決まる。大ダメージを取る選択。強かったでも。 SA を使うことでチャンスを生かすことができる。プレイヤー1、ゲージをうまく使って勝利への青写真を描くことができる。ここでフィニッシュ。
プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。なんとなーくやな、モダンなりの、モダンなりのやつが。よし、じゃあキャミスパイラルアローしかしてこんからな。誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。手加減しない。さあファーストラウンド注目していきましょう。いきなり突っ込んでいった。さあ壁まで追い込んだ。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。プレイヤー1、体力状況は厳しいがドライブゲージの運用次第ではまだチャンスはある。ダメだ。最後は投げの選択肢。プレイヤー2、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。ラウンド2ファイト。いきなり仕掛けた。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。抜け目なくコンボを叩き込む。うまく投げていった。一息つけるか。上から来た。ラインを上げつつダメージを取る。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。キャノンスパイク、キャノンスパイクから、どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。迎撃成功の形。ここが勝負の一撃だったが届く。やばい。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。まだまだやる気満々。電線がお互いを高めていく。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。ここで飛びが通る。ジャンプから仕掛けていった。両者次はどうする。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。ここから、ああいう状況。ここから、さあトミはきっちりガードで対応。焦らずどっしり構えている。仕切り直す。体力差はある。最後は投げの選択肢。なるほど。先に一本もぎ取った。この勢いのまま行きたい。キャミうぜえよな。捕まえて投げ飛ばす。スパイク前に出る。プレイヤー2、先手ここで押し込みに行く。ジージーとした回り線。先に仕掛けるのはどちらか。さあここから受け止めながら、ここで画面端ダウンから、残りわずかな体力。さあこれは痛いぞ。うまくワンチャンス作って勝負の一撃だったが届かず。倒しき見えている。いいか、できちゃう。逆境を覆す集中力、研ぎ澄まされていた。あぶねえ。ここ一番がやってきた。ファイナルラウンド、最後に笑うのはどっちだ。さあこれは痛いぞ。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。交戦人を打っていく。プレイヤー2、状況は悪くない。どう生かすか。頭上がガラ空き。ここで打てるか。点線人、危険な距離で殴り合う。どうなる。バーンとする。プレイヤー1、ドライブガードが使えない。火力とともに一気にギアを上げていくか。ダメかー。暗記デルタレッドアサルト、スーパーゾーン選べるか。どんな反応だ。うわー、これは見逃す。前のエリア一撃は不発となった。決着。スパイラルアローうぜー。総力戦を制した今の気持ち聞かせてください。New challenge.
さあ両者真剣な面持ち、その目には何が映っているか。さあ開幕、両者はどう動くか。飛び道具で相手を動かしていくか、どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。さあなんとか壁際は回避できたが、まだ予断は許さない。ここから、さあまだドライブゲージはたんまりある。立ちへのプラン見えているか。オーバードライバーズはドライブゲージを消費する強力な行動なので、ゲージの運用がポイントになる。プレイヤー2、バーンアウトをしのげるか。やばーい。さあ押し付けてスタンに持ち込んだ形。さあお互いもう行くしかないといった状況になったが、どう崩していくか。ミスった。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。ここは昇竜拳、ここは投げを見せてガードを崩す。受け止めつつ攻撃する。 S エゲージは両者マックス。ここで S A 試合を動かしに行く。ここで S A にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。スーパーアースで大ダメージを取る判断。帯で攻めるか。さあこれで画面端、前のエリア一撃は不発となった。両者対決して痛いダメージが入る。ここで入れ替え、バーンとする。あぶねー。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。大胆にチャージする。この扉はガードが間に合う。針穴を探す。当たらない。大きな隙を探すぞ。取り扱い注意。それがドライブインパクト。投げが決まった。両者体勢を整える。ここは再発射を置く。弾で様子見、対応を迫る。これは見逃す。プレイヤー1、この画面端で前のめりの一撃は不発となった。この扉は見えている。この距離は危ない。投げる。お互い壁を背負いたくなった。足。さあそして確実にお互いが削れているぞ。やってきた。先に触れれば勝機はある。負けじったよ。よく勝った。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。飛んでいる。連続がうまく噛み合わせた。ジャスパリジャスパマジしっかり噛み合わせた。パリ完全に読めていたか。プレイヤー2、ここでドライブゲージが突きかけているが、ダウンを取って、ここは投げを見せてガードを崩す。投げ間合いを作っていく。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。投げは抜けられず、これはいい形で入れ替えた。掴んできた。ミスった。次はどの引き出しを開けるか。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、これを手玉に取るか。さあここから前線竜を打っていく。お互い後がない。仕切り直す。プレイヤー1、壁の KO。 プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。距離があるので球を打つ。さあどうする。プレイヤー2、先ほどのラウンドから近距離の読み合いには勝てている印象。この勢いを止めずにいけるか。一旦仕切り直しの間合いを作った。ドライブゲージの回復や状況の整理に時間を使う選択か。プレイヤー2、ここはガス受け止めながら。さあ逃げ場はなくなった。どうしよう。プレイヤー2、このバーンアウトはかなりきついか。ドライブゲージがないこの時間帯が勝負。 SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。ダウンから
ここで弾を一つ牽制に使うか。インパクトは受け止めた。前のめりな一撃は不発となった。この距離はここで SA 発動しているが、これはお見通し。これは通らないか。ダメか。ここは堅実に SA でフィニッシュ。抜かりはない。倒しきりまで。お見事、見えていた。さあ次で最終決戦。もはや気持ちの勝負となった。マンステップ投げが決まった。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。プレイヤー 2SA ゲージ差を生かしたい。火力とともに一気にギアを上げていくか。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。マンション KO。 ドライブゲージの運用が特に印象的だった一戦。思考スピードは素晴らしい。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。ここで弾を一つ牽制に使うか。遠距離からの飛び道具は相手に対応を促す。一発の弾で様々な情報のやり取りが行われる。空中からの攻めはケアしている。仕切り直す。プレイヤー1、さあ追い詰めた。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。ここは投げを見せてガードを崩す。バーンアウト、まずいぞ。どう崩していくか。プレイヤー2、ドライブゲージが尽きてしまう。綺麗に合わせた。プレイヤー2、昭和ラウンド選手、この攻撃を活かせるか。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。疾風船が刺さる。追い詰められてしまった。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。スーパーツにゲージを使っていた。レベル3選択。ゲージを大胆に使っていく。さあまとまったダメージ、無傷でラウンドを取る瞬殺撃。この勝利は精神的に後引く大きな一勝になる流れ。危ない危ない。パパ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 パ。今日ゼータ戦か。さあこのマッチアップどうなるか。あ、キいけるかな。さあファーストラウンド注目していきましょう。対空意識は万全か。上はガンミか。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。ここで飛びが通る。見事なパニッシュカウンターとなった。体力差はある。 KO。 プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。目まぐるしく壁際の位置が入れ替わる。いや怖、こいつ技と技が交錯する。さあコンボはきっちり。互いの制空権が触れ合い続ける。勝負の刺激噛み合わない。ここドライブラッシュで前に出る。この飛びはガードがバーンアウト、まずいぞ。スタン
まで行く。この状況では倒しきれ、何もできない。次はファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。風船竜を打っていく。さあラストラウンド、ここがスーパーズ、ゲージを鬼抜かりなし、全ての力を注ぎ込む、出し惜しみを出した。しっかりゲージを管理できている、良い SA だ。プレイヤー1バーンアウトする。プレイヤー2 SA ゲージ有利。さあここから差し合いの距離、上もステップもある。シエホー、この逆境、逆転の青写真を描くことはできるか。さあそしてプレイヤー1、ここが勝負どころ。シエホーからどうにでもなる体力差、逆転の青写真はどう描く。これはドライブ、どうなる、ここはどう出る。プレイヤー2、ゲージをうまく使って勝利への青写真を描くことはできるか。いやーやばいやばいやばい、カハハ、俺やっちゃった、やっちゃった、間違えちゃった、いろいろ間違えちゃった、こっすいな。連戦がお互いを高めていく。さあカウンターが決まる、これは痛いダメージ、一瞬で画面端まで到達した。逃げ場のない画面端へやってくる。ジャンプが噛み合って、さあトンボはきっちり。プレイヤー1、ドライブが使えない、バーンアウト状態だ。溶かしてからの体力差はあるが、ゲージ運用次第ではまだわからない。ここは飛び道具での牽制、圧力をかけていく。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離、ここでの押し引きが重要になる。うまくラインを押し返した、ドライブゲージが回復した。さあここでカウンターが決まって、危ない。プレイヤー1、先に1本もぎ取った、この勢いのまま行きたいところ。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。ガードする。さあカウンターが決まる、これは痛い、これはいい切り返しとなった。メッセージ性の高い一撃になった。飛びで攻めるか、支援砲で揺さぶっていく。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。地上の間合い線は技の距離とジャンプを同意し、ドライブラッシュで前に出る。さあ逆転を見ているか、中足、支援砲から。プレイヤー1、ドライブなしで狙っていたのか。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。やる気満々だ。さあ支援砲を打って下から打ち抜いた。ジャンプからの強力な攻めを見事に潰している。ここでバウンド、試合が動くぞ。プレイヤーはこのスーパーサポールか。さあ外風破産。さあここから、ここからが大事。ここで距離を取るか、手の届かない安全な距離へ。綺麗に舞う。プレイヤー1、ドライブなどが使えない厳しい状態、ここは強気で攻めていきたい。ドライブゲージはある、気合で押すか。この飛びを見えている。あぶねー。プレイヤー1、緊張感が伝わってきた、よく勝った。このままでは終われない、再戦を選択。次はどんな展開となるか。さあカウンターが決まる、これは痛いダメージ。ここでバウンド、試合が動くぞ。プレイヤー1、ドライブゲージがない、かなりきつい状況となった。ここをやり過ごせるか。プレイヤー1、ドライブが使えない、バーンアウト状態だ。技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。プレイヤー2、さあ追い詰めた。溶かしてからの一進一退の体力状況、相手の力量が見えてきたか。さあワンチャンスで倒せる体力が近づいてきた。さあハリーも見せながらプレッシャーをかけながら、ここで押し込みに行く。
値千金の入れ替えとなるチャンスが訪れる。タイロはもうどこにもない。危ねえ。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。大胆にチャージする。このラウンドが勝負となるか。プレイヤー1、先ほどのラウンドから近距離の読み合いには勝てている印象。この勢いを止めずにいけるか。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。ドライブゲージを使って勝ち筋を見出せるか。オーバードライブアーツはドライブゲージを消費する強力な行動なので、ゲージの運用がポイントになる。両者画面端から中央での戦い。壁際の重圧から解放。画面とは裏腹に両者の思考はフル回転している。再発動から鉄線輪での切り返し、当ててきた。プレイヤー2、ワンタッチ。よーし、倒しきりのエッセン。よーし、気持ちよかったね。倒しきりまで、お見事。見えていた。随所で駆け引きが有利に噛み合った印象。一気に走り切った。ジュリー、因縁朝からの両者がついに相まみえる。逃がさねえよ、手加減しない。さあファーストラウンド、注目していきましょう。空対空はバッチリ。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。プレイヤー1、ドライブゲージの運用が難しい状況。手を出し合った両者、ここからどう動く。プレイヤー1、ドライブが使えないバーンアウト状態だ。次はどの引き出しを開けるか。突進技で圧力をかけていく。さあダウンから、体力差はある。さあ逃げ場はなくなった。どう仕掛ける、来るか。プレイヤー1、ここでドライブ、ここで KO。 最後まで壁から逃がさず倒し切った。キャミーには勝てねえんだよな。幸先の良いスタート、噛み合わせはいい。このラウンドが勝負となるか。試合は始まったばかり、どこから仕掛けるか。両者何を狙ってどう動くか。ここで飛びが通る。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。さあ逃げ場はなくなった。どう仕掛ける、ダウンから。プレイヤー2、丁寧に有利を継続している。飛んでいる。体力差はある、しかしどうにでもなる状況。クリティカルアーツを選択。クリティカルアーツ炸裂。この局面でよくぞ決めた。逆境を越え勝利の青写真が描かれる。減りすぎだ。フィニッシュ。読み合いが回る中でよくぞ踏ん張った。弾力を存分に見せつけた一戦。キャミむずいなぁ。両者まだまだやる気は十分の様子。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。ドライブインパクトが出てしまっている。空振ると大きな隙を見せるこのドライブインパクト、多用は禁物だ。手を出し合った両者、ここからどう動く。意識のアンテナは上にも張られていた。突っ込んでいく。プレイヤー1、残り体力はわずか、しかしドライブゲージをうまくつけよう。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。両者の気合は見て取れた。ラウンドが重なる。対空キッチ。ここで一気に壁までもつれ込んだ。
ラインを押していくことで有利な状況を作っていく。プレイヤー1、丁寧に有利を継続している。受け止めつつ攻撃する。相手の飛びはしっかり対処。ここで押し込みに行く。プレイヤー2、わずかな体力だがドライブできれば勝機はまだある。ジージーとした間合い戦、先に仕掛けるのはどちらか。高速で状況を整理しているか。疾風戦 KO。 もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。飛んで飛びは落とす。アローが飛んでくる。この切り返しはケアしていた。インパクトは受け止めた。ガード上等のインパクトを振っていく。さあ来た。押し置きの時間なのか、ご褒美の時間なのか。対戦段階ラン、ここから襲いかかる。プレイヤー2、 SA ゲージ差を生かしたい。前のめりの一撃は不発となった。元 SA を発動している。次はここでバーン KO。 読み合いが回る中でよくぞ踏ん張った。弾力を十分に見せつけた一戦。アビーぜ、おい、やめられた。なぜ逃げたか。両者同じキャラクターを選択。プライドと愛情が試される一戦。負けられない戦いが始まる。さあファーストラウンド、注目していきましょう。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。ここで飛びが通る。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。こかしてからの位置が入れ替わる。攻守が逆転する。意識の外でじゃあ KO まで。プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。ラウンド2ファイト。開幕から襲いかかった。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。受け止めながらプレイヤー1、さあ追い詰めた。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。プレイヤー2、バーンアウトしている。これは厳しいか。どう崩していくか。くる、電線流を打っていく。プレイヤー1、わずかな体力だがドライブできれば勝機は。飛びはバレバレ。ここで SA 発動しているが、ここでフィニッシュ。プレイヤー2、生存確認、死闘を乗り越えた。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。さあここでチャージを一つ。さあ体力はほぼ変わらず、どこから崩すか見定めているか。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。こかしてからの、体力差はあるが基準運用次第ではまだわからない。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。上から来た。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンド2ファイト。どちらかが仕掛けていくのか。
ジャンプ攻撃への警戒は十分。チャンスは逃さない。天仙人での切り返し当ててきた。ここでバーンアウト。プレイヤー2バーンアウトしている。これは厳しいか。さあ風水エンジン発動。ここからがジュリの本領発揮。飛びはバレバレダウンからプレイヤー1うまく投げが通った。さあ壁際の攻防が始まる。プレイヤー2ドライブなしでキープへの意識が高すぎる。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。ファイナルラウンド、ファイナルラウンド、最後に笑うのはどっちだ。大胆にチャージする。じっくりと立ち回る中でどこから仕掛けていくか。細かい相手の癖、敵を使ってダメージにつなげたいところ。打っていく、ウーハの乱れ打ち。プレイヤー2ここが勝負。おっとここでクリティカルアーツ。プレイヤー1ドライブゲージで逆転の青写真を描けるか。針穴を探す。ここでチャージするか。バーンとここでフィニッシュ。プレイヤー2同キャラ戦を生き残った。まあまあまあ、ふう、キャミー、キャミー無理なんだけど。全部よし。さあ始まる。さあファーストラウンド注目していきましょう。打撃はさばいて、ここから相手の攻撃をファンにで取ってドライブゲージを稼ぐ手堅い戦略。技を振れば当たる。対空も出ます。変な周りに入っていく。仕切り直す。マジか。あっという間に画面端どう切り抜ける。逃げ場のない画面端がやってくる。投げは空を切る。さあコンボはきっちり。突っ込んでいく。さあ入れてプレッシャーをかけつつも互いの呼吸を読んでいるか。フェイタルレッグツイスター。仕切りバーンアウト。まずいぞ。プレイヤー1ここは踏ん張りどころ。ドライブゲージをかけスーパーアーツを使っていくが、これは通らないか。来るか。プレイヤー1これで体力は5分。一気に追いついた。試合は終盤。ここで SA 発動しているが、この SA は通らず。おっと確認していたか。噛み合う形で KO。 プレイヤー2この一本は大きい。次で決めれるか。開幕から襲いかかった。両者の気合は見て取れた。ラウンドが重なる。さあ近距離の攻め合い。そしてプレイヤー1若干体力リード。どうにでもなる状況。お互いどう展開を作るか。ここで押し込みに行く。上から来た。さあここから。プレイヤー2壁のプレッシャーを使えるか。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。ここはダメージを取りたいところ。ゲージを作る。バーンアウト。まずいぞ。さあ近距離の攻め合い。そしてチャージしている。再発動からプレイヤー2わずかな体力だがドライブ。ここで SA 試合を動かしに行く。おっとここで SA 発動。さあここからこのスーパーアーツを取るか。プレイ
ドライブのフィニッシュ。あ、プリン。次でファイナルラウンド。間に合ってよかった。バックス様子見から入った。ファイナルラウンド最後に笑うのはどっちだ。プレイヤー1、激しい殴り合いを制して次のラウンドはどう動く。再発祥からジージーとした間合い戦、先に仕掛けるのはどちらか。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。チャンスでもあるが入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。ゲージを使うか。さあここから、今日ついてエセ、ここからが正念場だ。打っていく、風波の乱れ打ち。プレイヤー2、飛びを落とす。さあそしてアローが飛んでくる。ここは切り返したいところ。危険な距離だが、ここは再発祥を置く。弾を使って相手を動かす算段か。プレイヤー2、この画面端でどうやって両前ジャンプを仕掛けるか。さあここアップねえな。そうすれば切り取って SNS に上げちゃおう。そうしよう。炎では終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。ここで飛んでいる。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。プレイヤー1、ドライブゲージを積極的に使っていくスタイルか。ゲージを切らさずうまくいなしていきたいところ。いや、ミスった。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。こかしてからの積極的に技を当てに行く。ここ KO。 プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンド2、開幕から襲いかかった。先ほどの動きをこのラウンドどう活かせるか。プレイヤー1、先ほどは終始ドライブゲージが少ないまま苦戦を強いられていたが、このラウンドではどのようにゲージを運用していくか考えたいところ。上から来た。TCQ でコンボを伸ばす。互いの制空権が触れ合い続ける。この切り返しはケアしていた。この一撃は食らえない。プレイヤー1、壁ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。この投げは抜けられない。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。ファイナルラウンド。さあ勝利を手にするのはどっちだ。うまく投げが通った。心の隙間を塗って大きなダメージに変えた。地上の間合い戦は技の距離とジャンプをどう意識させるか。受け止めている。ここはダメージ重視の先生。ここからが正面だ。さあ始まった。順位の本領対戦段階楽。プレイヤー2、ドライブはキッバーンとする。両者体勢を整える。アローが飛んでくる。目の前どうする。さあここから SA を使う。火力を上げ、両者ドライブゲージがなくなろうが多かった。うまく投げが通った。気合が、おお SA 発動しているな。体力に余裕はないぞ。やるしかない。両者プレイヤー1、ドライブなしで気合でしのげるか。くそー、負けた。プレイヤー2、最後まで目が離せないギリギリの試合だったが見事勝利をもぎ取った。おい、やめられたぞ。おい、何逃げんねん。Here comes a new challenger.どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。
コンボを叩き込む。ダメージは十分。さあどうするか、打つかすかすか踏み込むか、地上の駆け引きの場合かなり体力差がある状況。このラウンドはこのままいくか。プレイヤー1、さあ追い詰めた。触れば終わる状況。時間だけがゆっくり過ぎていく。ここで KO、 技が噛み合った形。プレイヤー1、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。ここはうまくチャージした。試合は始まったばかり。 SA 発動。そしてさあマリーズジャベリンかましていく。プレイヤー2、ここはガッツポイントでバーアウト。試合が動くぞ。プレイヤー2、ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。チャージしている。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。さあ逆転を見ているか。この逆境、逆転の青写真を描くことはできるか。 KO。 さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。大胆にチャージする。さあ画面端も入れ替えて、壁際の奪い合い。コンボでダメージを与えていく。アレフとともに一気にギアを上げていく。全てのゲージをそっと煮込む。出し惜しみはなしだ。強かっただろ。 SA がヒットしていく。ここから、さあここから。プレイヤー1、完璧な内容で倒しきった。プレイヤー2、やり込みが色濃くにじむ。みんな逃げるやん。なんで逃げんの。そんな卑怯な技はしてないぞ俺。さあ両者終了を受け、では早速見ていきましょう。ヒトスタート。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。ここは安全な距離から弾を打って様子を見る。距離を離しても相手の行動をコントロールしていく。プレイヤー2、まずは体力をリード。若干の体力差はついたがまだまだ。さあお互いの距離が大きく離れている。仕切り直しの前に一旦距離を離して戦況を分析。次の狙いはどこに定めるのか。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。こかしてバウンアウト、まずいぞ。危険が届いた。さあまそう。プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この攻撃を活かせるか。ソニックブーン、ソニックブーン。開幕から襲いかかった。先ほどの動きをこのラウンドどう活かせるか。両者画面端から中央での戦い。プレイヤー1、先手を取った優位を生かせるか。上から来た。プレイヤー2、潤沢なドライブゲージを使って体力差をひっくり返せるか。ソニックで倒しきる。もうやるしかない。対空出ないも駆け抜けるしかない状況。ファイトラウン、もう最高じゃん。ソニックはしっかりジャスト入力。ソニックブームが来る。これはうまい。ガイドハイ、目の前どうする。スーパーアーツ、ゲージを世に抜かりなし。さあじゃあお仕置きの時間なのか、ご褒美の時間なのか。回線段階ランク、プレイヤー1、起死回生の SA で飛びを落とす。ソニック切り直しは許さない。たまち、ソニックブームが来る。距離はある、仕掛ける。ここで急ブレーキ、反撃はガラだ。狙っていたのか。プレイヤー1、緊張
張感が伝わってきた。よくカット。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。ソニックで牽制する。ハリーを使ってプレッシャーをかけていく。さあ、しっかり見えている。打ちどころを気をつけて立ち回っていきたいところか。ここは飛び道具で牽制。こかしてからの受け止めて殴る。危険な状況になっている。インパクト。多少の被弾をしても辞さない。プレイヤーは画面端のイージョ。ここで SA 試合を動かしに行く。プレイヤー1、ドライブゲージが戻るまではネタには動けない。もう少しの耐えミスった。プレイヤー2、ラウンドを取ってミスっちゃったよ。このままいけるか。ラウンド2ファイナーから襲いかかった。このラウンドが勝負となるか。ソニックで牽制する。ターゲットコンボを選択。落ち着いている。プレイヤー2、体力を先行して展開を作れるか。攻守の役割は見えている。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。ダウンから飛びで攻めるか。スーパーツにゲージを使っていった。残りのわずかな体力、ドライブゲージに命運を託すか。狙っていたのか。もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。ここでチャージするか。ソニックで牽制する。迎撃成功の形。ターゲットコンボを選択。落ち着いている。強気の点線人。どちらも譲る気は全くなし。バウンド意図していたか。プレイヤー1、絶望のバウンド状態だが。さあ、そしてシック。プレイヤー1、この画面端でどうやって料理するか。どうにでもなる最高の SA ハットシールだ。ここでフィニッシュ。この試合は切り取って SNS に上げちゃおう。そうしよう。俺キャミーに一回も勝ってないんだけど。プライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。さあ、ファーストラウンド注目していきましょう。突っ込んでラインを上げる。ジャンプ攻撃はしっかりガード。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。さあ、どうする。ここは安全な距離から弾を打って様子を見る。距離を離しても相手の行動をコントロールしていく。プレイヤー2、ドライブゲージがなくなりそうだ。これは苦しいぞ。さあ、逃げ場はなくなった。どうしよう。仕切り直す。プレイヤー2、ドライブゲージはやや少なめ。ここは大事に使いたいところか。次はどの引き出しを開けるか。お互い引く気はないか。警戒している。できている。ここから試合は終盤戦へ。緊張感が増していく。プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまでは倒しきる。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。間合いが足りないか。さあ、逃げ場はなくなった。どうしたく。後ろ投げで位置が入れ替わる。ラインを上げつつダメージを取る。来るか。チャージしている。投げ。さあ、ここから心の隙間を持って大きなダメージに変えた。ここでバーンアウト。プレイヤー2、ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。ここで SA 発動しているが、これは通らないか。プレイヤー1、前のめりの一撃は不発となった。スパイラルアロー選択。さあ、逆転を見ているか。ここはどうなる。
さあそしてガロンスパイク、吹けば飛ぶようなロック、このスーパーサッドか、どうなる、カウンター一戦、気持ちを乗せた一撃で貫いた。いやー、息が詰まる視点でした。両者に拍手を送りたいですね。逃げるんだけど、勝ち逃げされるんだけど、うざすぎる。もう二度目の秋だ。強くなって帰ってきた。注目していきたい。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。体力は減らず、まだまだ試合はこれからといったところか。どこからダメージを与えていくか。アリアナはどこにある。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。仕切り直す。目まぐるしく位置が入れ替わる。展開が早い。お互い引く気はないか。この近距離戦、プレイヤー2、ここは踏ん張りどころ。ドライブゲージを回復できるか。試合はこの逆境を跳ね返すか。鮮やかな逆転劇。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。両者何を狙ってどう動くか。まだ状況は変わらず、相手の動きを見極めてどこから崩してみせる。プレイヤー1、さあ追い詰めた。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。ここで SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。ゲージを使って大きなダメージに変えていく。ここは OD 転戦輪で切り返した。勝負に出たか。スーパーアーツが溜まっている。まだ牙は残っている。チャージしている。再発症で展開を作るか。息が詰まる。さあ、中央線、動きづらくしていく。距離はできた。追うか。うまくワンチャンス、KO。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。次はどんな試合展開になるのか。どんなドラマが生まれるのか。プレイヤー2、さあ追い詰めた。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。弾で一息つきたいところ。飛び道具を使って遠距離でも息つく暇は与えない。さあ、ここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。ここは飛び道具での牽制、圧力をかけていく。ダウンから相手の飛びはしっかり対処。ここからリズムを作れるか。試合は終盤、両者ドライブは可能。ドライブラッシュで前に出る。とどめはドライブインパクト。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。さあ支援砲を打って、どちらかが仕掛けていくのか。連続技になった。さあ、ここからは差し合いの領域となる。この切り返しはケアしていた。プレイヤー2、ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。ドライブゲージがないこの時間帯が勝負。投げを使ってガードを崩す。支援砲で揺さぶっていく。うまくワンチャンス、 KO。毒うぜ。次で最終決戦。毒うざすぎ。気持ちの勝負となった。前線によく見ていた。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。頭上がガラキ。ここで SA ゲージが溜まった。準備は整った。飛びはバレバレ。前のエリア一撃は不発となった。
ここは迎撃、弾力が壊れる状況になった。撃っていく、風波の乱れ、ふんだんにドライブして、ドライブ、いや無理だー、避けれねー。プレイヤー1、この激戦を制した。いや見応え十分、素晴らしい試合でした。まだまだやる気満々、前線がお互いを高めていく。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。試合は始まったばかり、まずは様子見か。まだ相手の動きをよく見ている時間帯、落ち着いて切り返し、今後動きを止める抑止力となるか。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。一旦仕切り直しの間合いを作った。両者距離を取ってタイミングを測っているか。こかしてからのプレイヤー1、画面端もいい状況を作った。体力差はある、この状況でドライブゲージは潤沢、危険だ。支援砲で揺さぶっていく。さあ支援砲を打って、飛び道具でペースを変えていくか。いや間に合うかお前。最後はパニッシュカウンター、ダメージ以上に意味のある一撃が決まった。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。さあこれで画面端、後がなくなった。バーンアウトしている。プレイヤー2、バーンアウトしている。これは厳しいか。ドライブゲージがないこの時間帯が勝負。風波の嵐、ざっくり風波さん、ゲージを1本使っていく。どう崩していくか、お互い慎重になっているのか。さあ支援砲を打って、何を狙っている。プレイヤー1、ここでの押し前ジャンプを仕掛けるか。当たらない、 KO。 強かったね。見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。まあ嫌いだけど。JP と一緒でめっちゃ嫌いだけど、対空出るのうざすぎやろ。見たかったこの一戦、祭りが始まる。さあ海賊、両者はどう動くか。耐久はしっかり出ている、落ち着いて相手の動きは見えている。うまく壁を使って形勢逆転できるか。なるべく壁は背負いたくない。プレイヤー1、さあ追い詰めた。投げは届かず。さあダウンからターゲットコンボを叩き込む。ああいう中継、ここから天仙人、うわー、ここでライジングアッパー。カイロはもうバーンアウトしている。プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまで我慢の時間帯、粘れる、上は通さない。プレイヤー2、体育出たね。選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2ファイト。いきなり仕掛けた。ここから何が起きる。次のラウンドが始まる。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。うわー、ここでライジングアッパー、ライジングアッパー。互いの制空権が触れ合い続ける。ドライブラッシュで前に出る。さあここから、ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。互いのドライブゲージはわずか、何に使う。昇天の拳投げる。どう崩し、天仙人での切り返し、当ててきた。
どうにでもなフィニッシュ。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。ファイトラウンド、まずは上から行くのか。さあファイナル、うわー、ここでライジングアッパー、大きなチャンスが到来した。ぶっこんでいった、前飛びするか。ここで大きく前を取ってペースダウンを図る。手の届かない安全な距離へ。 SA ゲージは溜まっている、何でもできる状況。スーパーズゲージを世に抜かりなし、全てのゲージを注ぎ込む、出し惜しみはなしだ。 SA がヒットしていく。ここから弾力が問われる状況になった。おっと、ここでクリティカルアーツ、キレッキー。危ねえ危ねえ。ドライブゲージの運用が特に印象的だった一戦、思考スピードは素晴らしい。このままでは終われない、再生を選択。次はどんな展開となるか。ブラスト両者の狙いはどこにあるか、挨拶はどちらからするか、どこからダメージを与えていくか、アリアナはどこにある。ドライブインパクトでパニッシュカウンターを取る。相手の攻撃の空振りに合わせてパニッシュカウンターを狙っていたか。綺麗な差し返し。プレイヤー1、バーンアウトをしのげるか。バーンアウトになっている今、ドライブゲージを消費するあらゆる行動ができなくなってしまうため、立ち回りが難しくなる。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも、奇襲のドライブラッシュ。危険な状況になっている、ミスはもう許されない。サンドブラスト、さあ飛び道具を見せてブラスト。スペースは十分、ラインを下げずどう上げていくか。うわー、ここでライジン KO。 それじゃあダメだよ。圧力をかける、このままいけるか。ラウンド2ファイト。いきなり仕掛けた。このラウンドは勝負となるか。連続技になった。値千金の入れ替えとなる。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。ライジングアッパー、攻めのドライブラッシュ。レッ、うわー、ここでライジングアッパー、うまく投げが通った。体力差はある、しかしどうにでもなる状況。再発症で展開を作るか。ここでフィニッシュ。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。まあ、ジュリちゃんね、ジュリちゃんコンボさえできりゃおもろいんだろうな。Here comes a new challenger. チョコミント。朝からの両者がついに相まみえる。逃がさねえよ。楽しませてくれよ。あれ止まってんねん。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。プレイヤーは相手を壁に押し付ける、壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。しっかりコンボ、さあ待っててプレッシャーをかけつつも、プレイヤー1、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況、投げは抜けられず。さあダウンから、ここでお互い次の手を模索しているか。大きな体力差になったが、ドライブゲージが希望となるか。最後はカウンターで KO。 相手の動きが手に取るように分かっているのか。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。さあドライブを一つ、意識
機のアンテナは上にも張られていた。ターゲットコンボを叩き込む電線輪での切り返し、当ててきた。食うか。あまりにも危険な地上戦が続く。受け止めつつ攻撃する。サンドブラスト、上から来た。さあこれで画面端後がなくなった。さあそしてダウンさせて始まるぞ。ジャックポリフィア通って大きなダメージになるか。とんでもない逆転劇。プレイヤー1、さすがの立ち回り。やめられた。ルーグ強いのに。こいつは因縁朝からの両者がついに相まみえる。注目のファーストラウンド、何が起きる。あんまりわからんのよ。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。 PC を使ったコンボルート。プレイヤー2、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。 KO。 プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。試合は始まったばかり。まずはどうするか。細かい相手の癖、呼吸を測ってダメージにつなげたいところ。空波の嵐、ザッカイフワさん、ゲージを1本使っていく。プレイヤー2、ここは我慢の時間帯になりそうだ。一息つけるか。 TCK でコンボを伸ばす。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。ルテン一文字決めていく。ダウンからどうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。入れ込むと、さあここから円幕が来た。危険な距離で殴り合う。 KO。 さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。まずはジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。ここで投げに行く。ここで入れ替え、うまく出し抜いた。よし、いい投げ、捕まえて投げ飛ばす。この距離通らず、豪華なまでの冷静さ。お、すごすぎ。残るか、残るか。これは倒しきれず、ここから押し切れるか。ここからの逆転劇、どう演出して。プレイヤーはやり込みが色濃くにじむ。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。前線輪での切り返し、当ててきた。技を降らせてドライブインパクト。甘い動きはとがめていく。プレイヤー2、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。恥は嫌だという気持ちが両者に見受けられる。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。投げ、さあここから、おっとここで SA 勝負をかけに来た。おっと SA 発動はケアしていた。プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまで我慢の時間帯、粘れるか。さあお互いもう行くしかないといった状況になったが、まさか誘導していたのか。互いにコンボをしっかり決めて KO まで、お見事。プレイヤー2、流れをつかむ。このまま波に乗り切れるか。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。ここは投げがカウンターで決まった形。プレイヤー1、さあ追い詰めた。さあここからインパクトヒット。カウンターではないが、おか、バーンアウト、まずいぞ。プレイヤー2、ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。
地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。大破傷からウェッ、さあこれは痛いぞ。さあ逆転を見ているか。画面中央に戻ってきた両者、 SA 発動。そしてここで大きく間合いを取ってペースダウンを図る。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。あぶれー、対応が対策に昇華している。ドライブゲージの運用が特に印象的だった一戦。思考スピードが今日じゃモンハンやってろ。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。意識の外でチャージ成功。さあ体力はほぼ変わらず、どこから崩すか見定めているか。どこからダメージを与えていくか。針穴はどこにある。ジャンプ攻撃はしっかりガード。プレイヤー2、ここでドライブゲージがつきかけているが、相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。ここは耐え切りたいところ。フルファストックが最大になっているこの状況、画力は出せる。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。ドライブゲージが回復した。目まぐるしく位置が入れ替わる。展開が早い。プレイヤー1、残り体力はわずか。しかしドライブゲージをうまく使えば逆転は可能。刹那の攻防、ナイスー。コンボカウントしてフィニッシュまで、お見事。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。インパクトは防ぐ。逃げ場はなくなった。しく後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。プレイヤー2、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。ドライブゲージがないこの時間帯が勝負。プレイヤー2、このバーンアウトはかなりきついか。ここで SA ゲージがマックス。くしくもゲージを使う判断、どうなるか。スーパーアーツを決めて、ここはしっかりと倒しきる。お見事、倒しきりまで。お見事、見えていた。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。火力とともに一気にギアを上げていくか。さあ始まった。獣医の本領、回線段階落。 SA がヒットしていく。ここから、この距離、マンジャンプを仕掛けるか。さあ大きなコンボになった。ここから、これは当たらず。完璧な内容で倒しきった。クリア2、さすがの立ち回り。よーし、両者気合は十分。この戦いを制するのはどちらか、注目していきましょう。さあ開幕、両者はどう動くか。投げの選択肢を見せていく。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁に追いつけるのを稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。手を出し合った両者、ここからどう動く。空対空して状況を変えていく。研究してるね、マリーが。しっかりコンボ、値千金の後ろ投げが決まった。ここでバーンアウト。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。危険な画面端から脱出成功、倒しきる。マリーザ研究してる、こいつ。ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。上から来た。ハリーを下が、これは投げを誘っているのか。思惑が垣間見える。 SA ゲージがよく受け止めながらバーンアウトしている。プレイヤー1、バーンアウトしている。これうまく投げが通った。ダウンから
当たらない。大きな隙を探すぞ。さあ逆転を見ているか。地上の間合い、発動。さあこれはどうだ。投げるには前が足りない。アーマーがうまい。プレイヤー1、ドライブゲージが戻るまではヘタリはここでフィニッシュ。危ない。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。まずは上から行くのか。うまく投げが通った。これは見逃す。さあ近距離投げが決まった。プレイヤー2、前のエリア一撃は不発となった。投げる。両者体勢を整える。このマリーザうまいぞ。ここが勝負どころ。ここは迎撃。苦しい。地獄の壁際が展開している。アーマーがうまい。やばと、ここで投げはせ。おう、どんな弾力してんだ。このマリーザうま。ドライブゲージの運用が特に印象的だった一戦。思考スピードは素晴らしい。まだまだやる気満々。前線がお互いを高めていく。受け止めつつ攻撃する。うまくゲージを運用してチャンスを広げていく。この判断が功を成すか。プレイヤーはドライブゲージは残りわずか。ここからの立ち回りは難しくなる。両者次はどうする。ここで一気に壁までもつれ込んだ。大きな体力差になったが、ドライブゲージが希望となるか。さあダウンから、地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。投げますかね。ここから試合は終盤戦。緊張感が増していく。次はどの引き出しを開けるか。出番、ここで A ホールド。後頭部に見舞っていく。来るか。マリアナを先に通すのはどちらだ。強い。うますぎるね。先に1本もぎ取った。このなぜとそんなにうまい。カウンターが入る。さあここでカウンターが決まって、おここで SA 早めに使う。レベル 3SA、 まとまったダメージが欲しいか。スーパーアースで大ダメージを取る判断。ドライブインパクトはアーマーをうまく合わせていく。どう崩していくか。プレイヤー2、ゲージよりこのチャンスを生かせるか。ゲージの運用をどうするか。プレイヤーの腕の見せ所。再発症で展開を作るか。プレイヤー2、有利なゲージバーンと意図していたか。ナイス。ここでフィニッシュ。さあ次でファイナルラウンド。両者勝ち筋は見えているか。ドライブ投げが決まった。当たらない。大きな隙を探すぞ。ここで高い風波山 SA 選択。さあこれは読んでいたか。アーマーをうまく利用する。エンフォルドで捕まえている。アーマーがうまい。危険な距離で殴り合う。ここは再発射を置く。前飛びするか。おっとここで SA 発射。捕まる。ここで壁にぶつけて守りを砕いた。やばい。ここが勝負の。ここで打てるか。うわ、どこに決めなかった。プレイヤー2、緊張感が。いや、マリーザ強い。このマリーザ君強い。エンフォールド出るなんてすごいな。あれコマンドしてんのかな。誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。実に光栄です。さあファーストラウンド、注目していきましょう。ここは投げの選択肢。投げを迫る間合いにうまく入れている。プレイヤー2、先に体力リードしていく。このアドバンテージを生かせるか。ジャンプから仕掛けていった。強いよこの JP。ここでドライブゲージを使い切ってしまった。
巧みだね。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離、ここでの押し引きが重要になる。プレイヤー1、さあ追い詰めた。次はどの引き出しを開けるか。体力差はある。天仙人ダウンから上は通さない。次は次ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。この事実大胆にチャージする。再発動から意識の外でチャージ成功。プレイヤー2ドライブゲージをしっかりキープしつつ、先ほどは勝利したがまだまだ余裕というところか。さあ逃げ場はなくなった。どうしたっけ。プレイヤー1画面受け止めながら投げを使ってガードを崩す。劣勢発動。そして捕まった。はいや捕まえて渾身の一撃が決まる。ダウンから頭上のガーキー。じゃあ俺も劣勢を使う。火力を上げ足りるか足りるか足りねえか足りたー。KO 出し惜しみをせず。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。快楽前飛び勝負の一撃だったが届かず。大胆にチャンスする。プレイヤー1激しい殴り合いを制して次のラウンドはどう動く。互いにゲージはない。どのタイミングも受け止めつつ攻撃する。投げが決まった。両者体勢を整える。プレイヤーいい投げ。さあそしてプレイヤー1しのげ。ここでバーンアウト。投げる。プレイヤー1絶望のバーンアウト状態だが弾力が問われる状況になった。ボクシェルの防具を打っていく。これはお見通し。アムリマチで読み勝っていく。こいつうぜえ。これドライブゲージの運用が特に印象的だった一戦。思考スピードは素晴らしい。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。飛んでいる。さあこれで画面端後がなくなった。ここは投げを見せてガードを崩す。これはうまく投げ間合いを管理しているか。投げの選択肢を見せていく。プレイヤー1画面端の揺さぶりで格を通し続ける。さあコンボはキッチ KO。 プレイヤー1先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。先ほどの動きをこのラウンドどう活かせるか。プレイヤー2前回のラウンドは一方的な展開、うまく切り替えて自分のリズムで戦っていきたいところ。受け止めつつ攻撃する。これがねダメなんだよ。さあここから一息つけるか。ここで壁やられ相手の守りをこじ開けていく。プレイヤー1ここは我慢の時間帯になりそうだ。地上の間合い線は技の距離と。おっとこれも行くか。見事なドライブインパクト。抜け目バーンとしている。この距離で打ってきた。この SA は通らず。投げる。投げれるのあれ。うまくワンチャンス作ってねじ込むことができるか。あ投げるんだ。プレイヤー1見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。いきなりドライブインパクトがパニッシュカウンターする。渾身のインパクトは届かず。空振ると大きな隙を見せるこのドライブインパクト、多用は禁物だ。プレイヤー2先に体力リードしていく。このアドバンテージ無駄すぎー。さあ入れてプレッシャーをかけつつも。さあダウンから一気にラインが上がって画面端。プレイヤー1画面端を維持することでダメージは蓄積していく。体力差はある。やっと当たるんかい。当たんのかい。あれプレイヤー2ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンド2ファイト。いきなり仕掛けた。これは投げていく。
ドライブパリを使って打撃を受け取れる。 SA にゲージを回す。使っていくか。ここで SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。 SA を使うこと受け止めながらうまく投げていった。どう崩していくか。ここで SA 発動しているが、ここがパニッシュカウンターのチャンスは見逃さない。おー、バーンアウトしている。バーンアウトはまずいぞ。ここで投げ、黙っていたらこうなる。さあここから、さあ逆転を見ている。うまく投げが通った。一息つけるか。絶妙なトリガーだ。体力に余裕はないぞ。やるしかない。両者うわー、どうなる。両者下がる。行くしかないが苦しい。プレイヤーはドライブなしで気合でしのげるか。最後は投げる。卑怯すぎるんだよな JP、 その気持ち悪いやつでさ。うわ、また JP、 うざ。やめよう、これで。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。楽しめそう。注目のファーストラウンド、何が起きる。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。目まぐるしく画面端が入れ替わる。連続技をしっかり決めていく。届いた。プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ラウンド2ファイト。開幕から襲いかかった。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。プレイヤー2、丁寧に優位受け止めながら、さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。パニッシュカウンターのチャンスは見逃さない。コンボでダメージを与えていく。さあここでインパクト、いい判断だ。来るか。地上の間合い線は技のあとは投げをつかる。逆転を見ているか。これは抜けられない。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分な様子。ここで一気に壁まで持ち込んだ。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。プレイヤー2、バーンアウト状態となっている。ここは耐え切りたいところ。プレイヤー2、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。投げ、さあここから投げ間合いを作っていく。お互い引く気はないか。この近距離戦、プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。 K1。 プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。開幕から襲いかかった。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。受け止めつつ攻撃する。おっと、やるじゃないか。多少の被弾をしても辞さない。この一撃はダメージ以上の意味がある。危険な画面端から脱出成功。壁際の重圧から解放。じゃあ俺もレベル3選択。ゲージを大胆に使っていく。気持ちよかっただろ。さあまとまったダメージが入るぞ。さあここはドライブインパクトはパニッシュカウンターを起こしている。一息つけるか。やっちまったー。ここでフィニッシュ。見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。よし、今日で終わりー。お疲れ様でした。